酒好きな新潟人の飲酒動画、始めていきたいと思います。今回はね、ビールです。生ビール。アサヒのドライプレミアムの限定醸造。入りたてコクのプレミアム。アルコール度数 6.5%。高えな、おい。アルコール 6.5%。入りたて国産麦芽一部使用。ですね。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチとなっております。ほう。まあ、安定のドライプレミアムシリーズ。ドライプレミアムシリーズ別にそんなに評価してないんだけど、俺は。個人的に。別に大した評価はしてませんけど。引き続き、豚タンをね、じゃあ、フライパンでね、ジュージューやって。一人焼肉。硬っ、なんかすっげえ硬い部分があるな。なんだこれ。まあでも、こういうさ、豚のさ、タンのさ、この未来の部分を見るとさ、なんか、とてつもなくこう、ね、残酷な、人間とはやっぱり、残酷な生き物なんだなという、ね、感じがね、していきます。はい。ということで、乾杯。まあ、普通にうまいんだけど、まあ別に、ああ、またこの味か、みたいな。いや、別にまずくはない。ああ、濃いな。ああ、この感じ。はい。はいっていう。あ、これね。あ、はい。そんな感じなんだね。どれもこれも、だいたいドライプレミアムって。あ、うまいです。別にまずくはないです。うまい。うまいんだけど、まあ、うまい。入りたてコクのプレミアム新登場。2015年の2月の17日発売。ロースト香による香ばしいコクと香りを実現。アルコール度数 6.5% にすることで生まれた豊かな飲み応えを実現。え？ビールで 6.5% ってかなり珍しいですよね。生ビールで。高めのアルコール度数で、豊かな飲み応えっていうのはちょっと難しくないか。度数が高ければそれだけドライな飲み応えになると思う。かなり辛口になると思う。それは豊かは無理じゃないか。
でも確かにうまいはうまいな。確かに、普通の金色のさ、ドライプレミアムに比べると、確かにコクがある気がする。多分コクがあるんだ。で、加えて、スーパードライに、俺いつもスーパードライって飲んだ時に、あ、うまいなって感じるのが、一口目なんですよ、まず。一口目だけに感じる、実は香りみたいなのがあって、それが好きなんですけど、なんか新鮮な、麦芽の香りみたいな。それがね、これはね、すごい、何回も味わえるみたいな。毎回飲んだ時に、その、香りが、ふわっと。するんです。そう言われてみるとうまいな。しかもアルコール度数 6.5% だからね。多分、日本のビール市場、多分最高じゃないかね、アルコール度数 6.5% って。俺が知る限りは、あっても 5.5% ぐらいだよ。5.5%、確か、キリンのラガーとかじゃなかった。わかんないけど。だいたい 6% でもまあない。ちなみにこのアサヒの先ほど言ったドライプレミアムの普通の金色のやつは 6% なんですよ。だからもう 6% の時点でだいぶもうないんですけど。多分、限りなくゼロに近い 6.5% は。確かにうまいな。ただ、これを飲むと、普通の金色のやつは全くもうなかったことになるね。少なくとも。一つだけ言っていいか。これさ、ドライプレミアムってそもそも、もともと、あれじゃなかった？限定じゃなかった？なんだっけ？ギフト限定じゃなかった？これもともと。ギフト限定が通常販売になって、ね、もともとギフト限定だったんだよ。だから俺、あ、買えねえなーとかって言ってたんだよ。それなのに、その限定の商品の、さらに限定の、あ、この赤色ですよ。なんじゃこりゃって。あれこれギフト限定だったよな。これな。俺の記憶が正しければ、俺数ヶ月前に、あー、これ飲みてえけど買えねえな、ギフト限定だもんな、これだってギフト買わなきゃいけないもん、これ5000円6000円のやつ買わなきゃいけねえもんなとか、ギフトでググってみるか。ギフト限定で。あ、やっぱこれギフト限定だもん。絶対これギフト限定だよ。ギフト限定。
ギフト専用でググると、あった。2014年の11月5日に新発売するドライプレミアム。これ違う。これ俺まだ飲んでないやつだ。紫色のやつだ。これじゃないんだよ。紫色のやつも多分ギフト限定なんだけど。俺確かもう買ったんだよな。あれ俺買わなかったっけこれ。俺まあそこにあった気がするんだけど。気のせいかな。あれどうだったっけ。あ、ちょっとわかんない。俺、これ飲んだっけ？いや、飲んではないよな。香りの琥珀ってやつが、お歳暮ギフト限定。で、去年の11月の5日に発売したみたいですね。これが、ギフト限定って、俺これ普通に、買った気がするけど、気のせいだったっけ？あれおかしいな。俺これ買った気がするぞ。この紫色のやつ。ギフト限定詐欺かよ。マジで。ほんとかよ、ほんとに。何がギフト限定じゃ。って感じだよね。ん？あれ、俺これギフト限定？うっそー。俺買った気するぞ。気のせい。なんか気のせいくせい気もするけど。わからん。実際のところわかんない。ちょっと調べてくるわ。ちょっとそこにあった気がする。はい。現在ちょっと調べたところ、先ほどあそこら辺を漁ったところによるとですね、ありました。ありましたよ。ギフト限定と言いつつ、普通多分通常販売されたっぽいですね。だって俺普通にギフト買ってないから。多分コンビニで買ったんかな。多分、その関係からすると、コンビニなんか売られてた気するんだよな。どうだったか覚えてないですけど。まあ俺確実にギフトは買ってないんで、そんな買う金はないんで、まあ、この紫色のね、これじゃなくて、紫色のギフト限定ってやつはもう普通に買ってますんで。まあ、これはもう、うん。うまい。ギフト限定はいいんだけど。だって、金色のやつがギフト限定だったよね。もともと、最初に発売された金色のやつ。で、これがさらに数量限定で発売されて、で、さらに再販売されて、金色のやつが、通常販売されるようになってから、紫色の、また、なんか、ギフト限定みたいなのが出てきたわけですよ。でね、これはね、これはうまい。悪い。最初の頃に、最初の、この動画の最初のあたりに言ったんですけど、なんか、なんかうまくないみたいなこと言ってなかった。なんか微妙みたいな話してたけど、普通にうまい、これは。うん、正直言ってかなり美味しい。コクがある。
コクがありますね。それでいて香りも非常に強い。これは。アサヒのスーパードライをプシュって開けて、ピャーって注いで、ゴクって一回飲んだその一口目に香る、あの非常に香ばしい香りが、この毎口飲める。毎口味わえ。あ、すごい。やっぱかなり香り強いな。これ。これはうまいですね。正直言うと、かなり美味しい。うん。そういえば前、白いやつも出てたな。初仕込みプレミアムってやつな。白いやつ。あれも大したことなかったけど。うん。これはかなり美味しい部類です。うん。あの、エビス、国産のあのね、札幌のエビスに引けを取らないぐらいコクがある。ただし、あの、エビスには負けます。これとエビスを戦わせたら、あの、エビスが勝ちます。間違いありません。ただし、それに匹敵するうまさはある。その、匹敵するコクは、持ち合わせている。ビール。ではあります。これは美味しい。香りが四つ星。これは最近飲んだビールでは珍しい。というよりも最近の動画では珍しく非常に美味しいビールです。これはもう、もう5つ星をつけるしかないでしょ。4255です。やはりこれ特徴とすべきは、コクと香りですかね。まあ甘さはまあ、まあ甘さはもう微妙にあるんだよね。確かに。ビールにしちゃ珍しく割と、やっぱり、甘さっていうのはやっぱりビールのその麦の本来の甘みみたいな感じですからね。4355か。うん。これはね、ぜひね、飲んでもらいたい。うん。コンビニとかでも普通に売ってるし、コンビニどころか、まあスーパーでも普通に売ってるか。うん。限定醸造なんで今しか飲めない。うん、これはまあ飲んでほしいですね。久々にあの椅子を押し付けました。ということでね、ご視聴ありがとうございました。